クラウス編集はドイツの政治家、ドイツ社会民主党所属。1979年から欧州議会議員で欧州議会では院内会派である欧州社会党グループに属している。クラウス編集は1959年にフレンスブルクでアビトゥアを取得し、また1959年から1960年の間は ドイツ連邦軍での兵役に服していた。1960年から1965年にかけて編集は政治学、歴史学、社会学をケルン大学やパリ大学で学び、また1962年にはベルリン自由大学ではエルンスト・フレンケルやリヒャルト・レーベンタールに支持した。大学入学と同時に学生団体コープス・シリンジやブレスラウズ・ケルンに加わる。 1965年、編手は全課程を修了し、また、ベルリン自由大学から、政治学士の学位を受けた。その後、ベルリン自由大学のオットーズア、政治学研究所で編手は助手になり、2年後の1969年には、ギルベルトツイブラに支持する。1968年からは、政治専門誌ドクメンテ、サイトシュリフトフュアウーバーナショナールズサメナービートに、 変者として執筆する。1969年には、当時のルトラインベストファーレン州の首相で、ドイツフランス間の条約枠組みで、文化的事項に関するドイツ側の代表である、ハインツキューンの下で補佐官として1年間務める。その後のルトラインベストファーレン州の科学研究省に移り、1970年から1979年まで、 ヨハネスラウの下で報道、政務官を務める。また1976年から1994年まで、リュエッセン大学で非常勤講師、1994年以降は名誉教授となる。社会民主党に入った編集は1972年から1986年まで、メットマンチク支部の支部長を務める。その後、 1987年から1989年まで、対アメリカ関係議員団の座長となる。1979年、編集は、欧州議会の議員に当選する。また、1994年から1999年までは、社会民主党の比例名簿第一候補に、登録される。1989年から1994年に、 かけてと1997年から2002年にかけて、編集は、院内会派である、欧州社会党グループの代表代行を務める。また、欧州議会では1994年から1997年まで、議長を務め、編集の経歴の中でも最高位の役職に就いていた。2002年から2003年にかけては、 欧州の将来に関するコンベンションの議員を務め、また2003年から2004年には、欧州憲法条約についての政府間協議に、欧州議会の代表として参加した。欧州議会においては、以下のような役職などを務めてきている。編集は、欧州青年議会のドイツ支部で理事を務めている。また、欧州議会において、ヨーロッパユニオンドイッチュランドの議員グループにも、 参加している。編集は、その活動に対して様々な表彰を受けている。ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞しているほか、2006年11月30日には、メレットユーロペーンを受けている。ありがとうございます。